おーい。お、びっくりした。そんなこともびっくりした。すごいです。この番組はこのスポンサーでしょうな。お疲れ様です。いやー、先生、はい、来ちゃいました。また夜そうね。いや、本当にそう。こんな短スパンで来ますかと。なんか実家に帰ってきた人。本当にお帰り。そうそうそう、安心しても顔が。そうそうそう。ということでございまして、はい、マイスクリーム講師のデスリーサモンでございます。そして、はい、ボイスオクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ということですね、うん、今日は先生、うん、勉強会です。あー、勉強会ね。勉強会大事なやつ。大事なやつで、僕にとっても今回ちょっと勉強会ということで、はいはい、あー、なるほどなるほど。ちょっとまあ、最近その、うん、歌い手さんであるとか、うんうんうん、まあ、僕の方でまあ、ロック界隈のミュージシャンであるとか、はいはい、いろいろこう、うんうん、まあ、リアクション動画とかをそうですねさせていただいたりとか、うん、解説をさせてもらったりとかするじゃないですか、はい、ちょっとまあ新たなところも開拓していこうじゃないかと。あー、なるほどなるほど。いや、開拓させていただこうじゃないかと。そうですよね。いうところで今日はですね、はい、VTuberVTuber さん。 VTuber さん、なるほどですね。で、まあ、僕ボイストレーナーです。で、先生、生徒の専門家なんです、はい、そうで、まあ、普段はそのおのおの得意なジャンルであるとか、はい、まあ、いろんなジャンルのアーティストさんの声とかを解説する、うん、解説したり分析したりとかさせていただくじゃないですか、うん、で、VTuber さん、はい、いっぱい歌ってみたとか。なるほど。あるいはオリジナル曲とかやられてるわけです、うんうん、きっと宝の山です。眠ってる眠ってる。そうですよね。絶対眠ってるんで。いやー、そう、楽しみですよね、うんうん、で、僕の方のチャンネルでは、はい、以前何度か、ひろこさんの川辺隼人さんとかですね、はいはい、取り上げさせていただいたりとかですね、うんうんうん、何度かさせていただいていて、うんうん、通称社長です、はい、社長という方なんですけれども、はい、はすごくそのロックとかメタルに精通されてるんですよね。なるほど。ので、取り上げさせてもらったという経緯があるんですが、その他の方々ですね、はい、その普通そのクリーンな歌唱とかを主にされてる方々とかは、うん、ちょっと未開拓な部分も僕はやっぱあるんで、マオン君もそうなんです。なるほどなるほどなるほど。そうなんです。もちろんそのうっすら存じ上げてる方はね、たくさんいらっしゃるんですが、うんうん、そういう部分が多いので、なるほど、ちょっと今日は一緒にちょっと勉強させていただきたいなと思っておりますので、はい、はい、これいいですね。そうです。ちょっと見習い気分。見習い気分で、ちょっと先生すこの感じ、はい。だからその辺ものワクワクも含めつつ、はいはい、ただこの専門家の目線で、そうです。まあ、声に関しては。そうなんです。我々ね、そこはもう聞いたところで、はい、こう瞬発的にいろいろ分析がかけられるので、はい、まあ、その僕なんかその勉強していく様子と、うん、まあ、からの、私たちからの、 その情報というか、そうですね、うん、もうこう受け取ってもらえればと。なので、うん、これからこう VTuber さんも開拓したいなって人にぴったりなんじゃない。いや、そうですよ。一緒にちょっとそうですね、うんうんうん、いう方もいらっしゃると嬉しいなというところで、最後までご覧いただければと思っています。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係の話とか、ボイト関係、あとはリアクション動画とか、アップロードしておりますので、まだチャンネル登録を済みでない方は、この機会でよろしくお願いします。ということで、じゃあ本編、いっちゃいましょう。さあ、じゃあ、今日、見ていくものなんですけれども、はい、グループさんなんですね。おー、なるほど、なるほど、なるほど。そう、二次三次という、うん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 、VTuber さんが所属している、まあ、事務所です。あ、なるほど。二次三次さんってなんか、聞きますよ。聞きますね。そうなんです。うんうん、私が以前取り上げさせていただいた、はい、その川辺隼人さんも、うん、こちら二次三次所属の、うん、まあ、方なんですけれども、はいはい、なので、まあ、そういったところで一旦この有名どころの二次三次さんのところですね、うんうんうん、をちょっと拝見していこうかなと。いや、いいですね、思ってまして、はい、に所属のこれがバックス、バックスっていうグループさんみたいです。もう本当その辺もね、うん、勉強中なんですよ。すいませんね、本当にそういう動画です、今日は。ね、申し訳ないんですけど、いろいろ教えてほしいです。いや、本当にそう、いろいろコメントで、はい、読み方ちげえぞとかね、あったらお叱りいただいて、ぜひお願いしますというところで、はい、で、曲名がドッグランドという曲です、うん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 、なるほど。チェーンソーマンの曲かな。あ、チェーンソーマンのね。そうです、そうです。あー、なるほど、なるほど。多分なんか、はい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 、エンディングかなんかが入れ替わり立ち替わり毎週変わってた時あったじゃないですか。ありました、ありました。僕らちゃんと見てるんですけど、はい、全部見たんですけど、で、のところの一曲かな。なるほど。まあ、所属されてるのが、はい、まあ、後ほどこう、お名前とかも出てくるんですけれども、うん、まあ、6名いらっしゃって、はい、でそれぞれがこう歌い分けしてるっていう、多分ところだと思うんですよね。で、先生はもう完全に初見。そうですね。で、僕もうっすらぐらいですよ。うん、もううっすらぐらいだし、うん、その、各、VTuber さんの、その歌声に関しても、もううっすらなんですよ。はい。そうだな。だから本当に勉強不足で申し訳ないんですが、はい、ちょこっからちょっと勉強させていただきたいと思ってるんで、ちょっとじゃあ、早速聴いていきたいなと思いますね。はい、ね、おお、いいと、ね、まあ、チェーンソーマンっぽいですよね。そうね。あ、来た。うん。うん。はい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 。雰囲気出てますね。イケボですね。確かに。イケボですね。この方、1名目の方、うんうん、1人目の方が、うん、さっき
出てきましたけど、はい、鏡隼人さんの。ああ、そうなんだ。社長。なるほど。そう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 。そうなんです、そうなんです。イケボでしたね。イケボイケボ。なんか、ウィスパーでしたよね。低音で。低音でしたね。うん、こういう感じなんですよ。なるほど。低音ややウィスパーがなり。メニューみたいですね。これがイケボのリスト。そう。なんだろうな。うん、忍び寄ってきてますよね。この A メロで。これでもちょっと難しいですよね。あ、ちょっと難しいかもしれないですね。うん、息もいっぱい入ってるし。そうね。これまあ、僕が鏡隼人さんの歌声に関しては結構明るいんですけれども、結構どうなんだろうな、殴ってくる系なんですよ。ああ、なるほど。殴ってくる系。ここから殴れるんですけど、この時点でも実はちょっと見えてるんですよ。なるほど。殴り系、このダのニュアンスとかです。あー、なんかわかるな。ここアタックがパチパチ効いてますよ。そうこれをこう張っていくと、なるほど、よりこう殴ってくるっていう感じに発展していくんですよ。っていう感じです。これだからリズム感とすごいね。マジそうなんですよ。リズム感が武器なんですよね、社長の。かっこいいね。からの、変わりましたよね、先ほど。なんかあ、おー、全然違う。おー、はい、なるほどね。属性全然違う人出てきましたね。なんかトランジションしましたね。これが夢追いさん。あー、夢追いさん。なんか文字通り、文字通りというか、そのなんかちょっと笑ってらっしゃるところもありましたね。そうそう、なんかね、ちょっと会話ベースなんですよ。ああ、はい、なので、その、たぶん軸足があると思うんですけど、はい、なんかふわっと話しかけるような感じ、確かに、結構難しいというかね、あざ笑うようなニュアンスがあったかな。ありました。次でしょ。ほら、狂った呪いだ。呪いね。どうだみたいな感じですよね。器用なんだろうな、この人。これは女子が好きですよ。ここね。なんか壁ドン感がありますね。いや、ありますね。ちょっとこうなんかいい意味であざとい、結構声の高さ。そうかも。な感じします。これでも狙ってできる、どんな感じなんだ。わざと笑ける系というか。そうですよね。甘い声してますね。なんか甘いですね。甘い声してらっしゃるよ、これ。おまた変わった。おなるほどね。なるほどね。はい。なんか印象で思ったんですけど、で、この方が、剣持ですね。あ、剣持さん。剣持です。おお。渋い名前の剣持さん。なんか思ったのは、まず社長が来るじゃないですか。はい。低音が効いてる。はい、そうですね。で、その後、あざ笑うよ、夢追いさん。で、なんか、今度、そのちょうど真ん中ぐらいの。あ、思いました。で、ちょっと王子系なんですか。あ、そうかもしれない。どうなの？分かる。言葉のチョイス。分かる。違ったら。なんか僕は誠実だなと思いました。あ、なるほどね。誠実系なのか。あ、そっか。で、王子系ですよ。そういうことですよね。そう。なんか王道感がある。そう。そうそう。社長がなんかこういう感じで行きつつ、夢追いさんがこういう、そう。こう行きつつの、で、ケモさん、なんかこういう感じ。このミドルのミドルみたいな。そうですね。ミドルのミドル行きが結構立ってる感じの。もうニャックですね。伝わるかな。ちょっとニュアンス入るけど。なるほどね。一緒にこう。ですよ。でもイケボです。イケボです。で、合唱するわけです。おーい！お、びっくりした。そんなことも。びっくりした。すごいですね。びっくりした。テクニカル高いの来るんすね。高いのが。びっくりした。パキッと来てましたね。来ましたね。急に来ましたね。ハモリ綺麗だなって油断してたら、そう、ジュワって。これね、みんな上手い時に出るハーモニーでした。あ、
はい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 、はい、光だけとかそんななかったんですよ。わかるわかる。みんなうまいパキッと静電の性格で切れたんで、はい、これはこうなんかこういってましたね、ちゃんと、うん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 、足並み揃ってるというか足並みが揃ってましたね、うんうんうん、みんなで声帯の声帯合わせにっていう感じかな。こうパッてねで、ぴったり掴めてましたね、はい、ぴったりでした。あ、これすごいわ、はい、こう驚きポイントですね、うんうんうん、そこの前のハモリもすごい綺麗でしたね、うん、ほんとね、あ、なるほど、オクターブ上のハモリとか入ってますね、おそらくですけど、ね、これでも剣持さんがやっぱこう真ん中感ありますね、あるある、まあ、しっかりとこの声帯が鳴って響いてるんで、はいはい、こうなんかこう支えも効いてるって。あー、わかりますわかります、うんうん、なんかそうですよね、うん、あ、綺麗、ここね、ここね、このファンファーレすごいですね、すごいですね、すごいすごい、ただ生き物だけじゃなくて、うまいっていう、ね、テクニカル、うまかったんですよ、うまかった、うん、見せつけてくれる、すごいっすね、いや、いいっすね、いいっすね。あ、ここじゃ登場人物3人、うーん、なるほどなるほど、あれ、ってことはまたここからあと半分いますから、おお、楽しみですよ、楽しみです、裏面ですね、裏面、第2面です、うん、チェンソーもっぽいんだよな、うん、ビジュがいいですね、うん、ちょっと違います、かっこいいニュアンスがね、確かに、ニュアンスが違う、見た目のニュアンスが確かに、ちょっとなんかこう、表からちょっと、うん、まあ、ダークサイド、確かに確かに確かに、そんな感じの予感もあって、確かに、うん、この肌が見えてますよ、いやー、いいですね、いいです、はい、この悪そうな男です、ね、そうですね、はい、ちょっと歌舞伎町を匂わせるような感じがします、ちょっとですね、ちょっと、そうそうそうゾクッとする、そう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 、あ、いいですね、いいですね、はい、あ、いいですよ、おおなんか全然、お、この方がかなえさんですね、今一瞬でちょっと引き込まれちゃったんですけど、はいはい、低音が鳴るってめちゃくちゃ難しい、ああ、確かに確かに、今そのパターンなんか弦楽器みたいな音、うん、ベースみたいな、わかるわかる、本当にすげえ一瞬でしたけど、もう一回もう一回これ、ね、行きましょう、おぉ乗ってるわ、おぉなるほどなるほど、すごいですね、 M ボインもちょっとその、なんだろう、加担して、うんうんうん、目で、目の部分がすげえなってます、すごいボインとこの M の組み合わせもありつつで、うんうんうん、ほんと弦楽器みたいな、ほんとにみんなここリプレイしますもん、あ、やっぱそう、うん、だってブンブンブン鳴ってますよね、ブンブン、チェーンソーもベースもね、あ、そっかそっか、チェーンソーのそれはそれとかけてる、ね、それかかってる、かかってるんです、かかってかかってる、絶対かかってます、そのね、そう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 、あ、なるほどなるほど、ね、びっくりするもんな、で、でもすごかったな、これ、これ多分みんな見逃してるかも、ここ聞き、これ何回も聞きたいです、ね、ここ引っ越す、でがすごかった、うんうんうん、次のでここすごくないですか、ね、結構低いですよ、結構低いね、この低さで鳴らすのがまずいんですよね、ね、なるほどね、ちょっとね、あの声帯が、はいはい、まあ、ちょっとこれマニアックな話、あ、はいはい、ぜひ、低い音を出すために声帯を緩ませないといけないんですよ、そうですね、緩ませるときに声帯はですね、隙間ができやすいんですよ、はいはいはい、なのでピタッと合わせて声帯を鳴らすっていうのは実はかなり難易度としては高めで、そうですよ、ね、まあ、そこはですね、まあ、トレーニングでどうしようもないときもあります、ね、低音に関してはそうですね、できることもあるんですけど、うん、だけど今の感じだとこれはですね、この声帯のこの天性の力というか、わかります、これ絶対ありますよ、あ、いや、ありますよ、もちろんそれをあの乗りこなせる、そう、乗りこなす、知ってる、うん、その能力もあるんですけど、ポテンシャルちゃんと生かしてます、すごいですね、で、次またなんか変わるはず、次ね、これです、あ、いやいや、またこう、毛色の違う、全然ね、違うね、違う人が出てきましたね、すごい、クザーさんっていう方なんですけど、クザーさん、なんだろうな、なんか男性的なその小悪魔さというか、王子感とは対極な感じというか、うん、いや、わかります、これはだから、あの、いや、単純に発声で言うと、かなりやっぱりハスキー系だった、ハスキー系、細い感じ、別に悪い意味じゃなくて、細くしてる感じ、そうですよね、がしますよね、そこにこの、いわゆるその、まあ、情感というか、うん、その、込めれるんで、いや、もう、かっこいいっすもん、うん、かっこいいっすね、これ、ビジョンも含めて、合ってる。うん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 、なるほど、こういう感じで甘いんですよ、ね、甘いんですよ、なんでだろうね、甘い、ハスキー系なのに甘いんですよね、あ、そうですね、甘いよね、で甘い結果、うんうんうん、甘い結果なんですけど、福沢さんが歌ってらっしゃるキングっていう、はいはい、歌ってみたの動画があるんですけど、うんうん、もうバチクソ伸びてて、もうみんな心奪われちゃって、なるほど、5000万弱ぐらいってんですよ、再生数、あ、やばいですよ、5000万人のね、そうビクティムがいるわけです、そうそう、ビクティムがいます犠牲者がいますから、
そうそうす。そうなんそうなんす。うん。おおおおお。おお贅沢っすね。なんかね。お贅沢っすね。高級でね。これたまらんじゃないですか。なんか LINE のチャットみたいな。確かに。コンコンコンってね。なりますね。これ贅沢ですね。はい、入れ替わり立ち替わりで、うんうんうん、いいですよ。テンポ感も。おお。今の馬。うん。馬。いきなりね。これテクニカル。これまた、うん、フワさんですねこれね。フワさんこの人もですね。うん。スクリームとかする人なんですよ。本当に？本当に？僕ジャンルの人。マジで？僕ジャンルの人。そんな。社長もそうだし、フワさんもスクリームする人。今の発声はそんな感じじゃなかった。そう、これは違うんですけどね。ああ。いいっすね。綺麗ですよね。綺麗。僕はクリスタルボイス。確かに。ね、スクリームとは真逆というか。バランス良い。ね。すごくいい。うんうんうん、揺らぎもいい。はい。テクニカル、これむずいですよ。ああああああ。明るいっすよね。うんうんうん。おのようなあのような。そうなんですよね。あかんがありますよね。そうですよね。ああああでしたよね、うんうんうん。すごいすごい。おお。おお。おお。あ、はいはいはい。うんうんうん、この前半組いたじゃないですか。はいはい。後半組は粒揃いというか、うんうんうん、前半組はなんかその、うんレンジが違う人たち、はいはいうん、確かに確かにパズル、そうですよね。ここはなんか、うん、全部悪魔かもしれないです、うん、ああそういうことか。それもさっき先生おっしゃった、うんうん、結構ダークサイドな感じがね、ちょっと皮肉めいてます、うん、全員なんかそれぞれの多分その、表現力があるんだけど、そうそうそう、なんかその属性は近い、そう属性は結構近い嘲笑う小悪魔系な感じ、まあそういう風に歌ってらっしゃるのもあると思うんですけど、まあそうですよね、そのバラバラにあんまり歌うんじゃなくて、そう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 、3人としてのチーム感がある。いやここではね面白い、うんうんうん、このチーム感の使い分けがいいっすね。パスがかっこいいもん。かっこいいかっこいい、うんうんうん、なんか協力プレイな感じがしますよね。はいはいはい、あ、来た来た来た、さっきのとこどうなるんだろう。なるほど。あ、いいね。あおーい、あおお、やっぱおおおおおおおーい、表現力、最後おしゃれね、おしゃれ表現力、これは実力者ですよ。いやいいですね、うん、ちょっとやっぱ違いますね、なんかそもそも違う曲のように聞こえちゃう、ね、確かにそうだ、ね、確かに確かに確かに、うんうん、さっきのその音の幅で言うと、うん、結構上に固まってる感じがします、うん、いや本当にそう、後半の3人だからその3人がこの3本の矢で来てるという、そう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 、そ同じところをこう、うん、攻撃され続けてる前半の3人はこう均等にこう全身ボディーブローだったんですよ。そうですね。そう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 。確かに。違いますね。削り方がちょっと違う。そう削り方違う。両方めっちゃ効くんですけど。はいはい、全員集合ね。おお。はいはい、はい。ムニバスですね。ムニバスですよ。これ素晴らしい作品です、ね。うん。ああいいね。なんかちゃんと皆さんすごくうまいですよね、うんうん、いや本当にそう、うん、あ社長おおうまうまいな今のすごかった、すごかった、ズドーンと個性がそうこのね投下されましたね、おっしゃる通り、うん、あそうこれあの前半であんなにロートン出してた社長なんですけど、はいうんうんうん、この人マジでハイトーンすごくて、あそうなんだ、ここでちょっと垣間見えてます、うんうんうん、だからあの太いままハイトーン出すんですよ、なるほどね、うん、しかもガナにもねそういけるんですよ、最後もクッと最後ね、うん、ガラってで呼気抜け系のこう、うん、いいですよね、そうなんですよ、ね、ちょっと稼いでも巻き込み、そう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 、あれかっこいいんですよね、かっこいい、うん、なんか音に弾性があるんですよ、なんかこう、うんうん、弾く方の、あいいですね、はい、ボヨンボヨンしてる、うんうんうん、すごいこう弾けるような声なんですよ、うんうんうん、あそうですね、そうそうそう、この声では粘弾性、そうね、あそう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 、マニアックなね、そんな感じ、そういうのがあるんですね、うんうん、今みたいにこのいわゆる抜け感がある、いわゆるそのシャウトじゃないですけども、はい、これ結構難しいと思うんですよね。うん、でもこれができるっていうことは、喉があの閉まってないでしょ。そうですよね。まあいい発声ですね。いや素晴らしい。うん、いいね、最後かっこいいね。めっちゃ、あいいっすね。なんか物語がこう、うん、集約していく。うん、おお
赤いぞ。おお。おお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 お、ちょっと待って待って待って、よかったっすね。かっこいいね。かっこいい。おお、よくできてるこれ、うん、これ最後フワさんですね、これ。あ、フワさん、おそらく全体的によくできてますよね、なんかその、いや、本当に月並みですけど、なんか、うん、ストーリーをちゃんと、ストーリー感もあるしね、めっちゃありますよね。で、その6者6用だし、そう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 、しかもその中で初めて聞いた、はいはい、6者6用で、そう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 、しかも1回そのチーム感もあるし、あるあるある、ね、で、その最後またドって全体で来る感じもあるし、そう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 、面白いですね。何回でも聞けそうな感じが、ね、いや、ほんとにそうありますね。何回も聞きたくなりますね、うんうんうん、なんかもうちょっと個性を2周3周するとつかめそうで、あ、そうそうそう、またちょっとこう聞きたい感じがする。いや、本当にそう、本当にそう、うんうん、何回も聞いて最後まで隅々まで調べたくなるような、うん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 、そんな魅力が詰まってますね。いやー、すごいですね。いいっすね。すごい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 。でもやっぱりみんな共通して、はい、それぞれのなんかこうイケボ感があるというか。いや、本当そうですね、うんうんうん、大人気 VTuber さんたちですから、うんうん、それはまあ声にもやっぱり魅力があるんでしょうね。うん、これ他の聞きたくなりますし、その、ね、個人個人のね、なんかまたパートとかもあると思うんで、そういう曲もこう深掘りしていきたいな。あるんですよ。そこちょっとおすすめしてもらえたら。確かにですね。とりあえずこの、うん、一旦勉強したくて、うん、この広く、そうですね、ちょっと一旦広く勉強させていただきたくて、はい、ちょっとこの、うん、バックスの、うん、ドッグランドのカバーですね、うん、これちょっと拝見させていただきます。いや、かっこよかったです。かっこよかったし、うん、宝がやはり眠っていましたね。本当に。なんだろうな、おすすめの VTuberさんとか、うん、あとなんか補足知識とか。あ、そうですね。あったら嬉しいっすよね。うわ、欲しいです。この人はこうなんだぜとか、うん、この人もスクリールできるぜとか、いやそれとかマジですごい気になるので、うんうん、ぜひ教えてくださいというところで、はい、今回の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いしますって感じで、生徒の専門家李先生とボイスメドの本がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。